こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日は今日のコーディネートというタイトルでお伝えいたしますので、どうぞ皆様お付き合いください。今日のコーディネートは重要無形文化財に合う帯と帯締め帯揚げを選んで着付けていきたいと思います。以前の動画でお話をしましたように、コーディネートというのは漠然とするのではありませんよ。似合えばいいというものではありませんよ、というお話をいたしましたね。そうなんです。今日という日はどんな季節で、そしてどんな時間にどんな立場でお着物を着て、そしてどう見せたいのという意思を込めた着姿を作るということなんですね。そういう点で今日のコーディネートの内容をお伝えいたします。今日は11月です。日も暗くなって、日中が短くなって、暗い時間がとても多くなりました。これからどんどん冬に向かってまいりますね。そんな時にこの結城紬というのは大変季節にふさわしい紬であり、お着物なんですね。このモコモコ感が大変マッチしているので、今日は結城紬を選んでいます。11月です。そして想定としては、息子の結婚がやっと決まりまして、息子のお相手のお嬢様のご両親様と昼間に東京のレストランで初めて気軽なお食事をするということになりました。そこに着ていく着物ということですね。それでいくつかのものを選びまして、この結城紬には私はいつもはこの名古屋帯を締めているんですね。このようなものです。色合いもマッチしていると思いますし、柄もそれなりに合ってるなと思っているので、この組み合わせでいつも着ています。でもちょっと今日は変えてみたいと思います。やはりおめでたいことですね。で、気軽なお食事会であるとはいえ、息子が結婚する相手のお家のご両親様にお会いするので、八寸名古屋帯ではやはり格が軽いと思われるんですね。ですからカジュアルな織の袋帯を選んでみたいと思います。その候補の一つはこれです。これは袋帯で白なんですね。白でうっすらとこのような糸が入っています。もうこの生地の風合いがやっぱり紡ぎに合うような雰囲気がありますので、これは格としては合うと思います。で、色は黒なのでちょっと暗くなってシャープな感じにはなりますが、この帯がありました。もう一つはこの帯なんですけれども、帯の裏ですが色合いがとても美しいかなっていう感じがするんですね。どうでしょうか。色合いで言ったら私はこの色合いが大変気に入ってるんですけれども、これかこの黒い帯かな、のどちらかなという気がいたします。どっちがいいですか。こっちの方がこうなんかしっかりした貫禄っていうんですかね、しっかり感はあるんですけれども、この方が穏やかな感じがしますね。これでやってみます。このコーディネートは初めてです。皆様もお手伝いください。レッツスタート。持っている手先を探します。手先を探して輪に折って、輪を後ろに持ってきます。はい、この帯が良いかなと思ったんですけども、よく見ますと金や銀が少し織の中に織り込まれているんですね。ですから締めていまして、この金の雰囲気っていうのがおやあるなっていうのに気がつきました。
で、そうしますと格が合わないです。この雪紡ぎの真綿糸で織った紡ぎ糸っていうのは大変品質が高くて高級なものなんですけども、格は低いんですね。ものすごく格は低いんです。で、それに対してこの金が入っていると格が高くなりますので、格が合わないです。ですからこれはやめます。この黒い袋帯にいたします。はい、これでしたら間違いなく合わせることができます。全体の中に生地が入っていない、そしてこの白の焼いた雰囲気は紡ぎに使える袋帯ということになるので、この帯で参ります。さて、帯は締めることができました。帯締め、帯揚げはどういたしましょう。さあ、このコーディネートあんまりしたことがないですね。この状態で何が言えるかと言いますと、明るさが足りないですね。やはりこの黒の墨色がものすごく黒いので、私に対して明るさが足りません。色合いの華やかな色合いが足りません。ですからここで明るさを持ってきたいんですけども、真っ赤を持ってきても私には合わないので、じゃあどんな色があるかということです。例えばこのえんじっていうのは無難なんですけど、どうでしょうね。無難ですけど一般的ですね。一般的すぎてどうかなっていう感じがしますけど、まあ候補です。候補です。それからオレンジはどうでしょうか。はい、オレンジも程よく合うなという感じがいたします。他に色があるでしょうか。あとはこのからし色ですね。このからし色は私はこの雪紡ぎではよく使っている色合いなんですね。この雪のために買った帯締めなので、これはよく使います。じゃあこれはどうでしょうか。このローズは色が埋もれてしまいますね。ローズは色が埋もれてしまいますね。ローズではなくてこのからし色か。えんじもやはり暗いですね。このえんじはゴム紐みたいなものなんで、ちょっとボリュームが少ないんですね。それからこのオレンジです。ですからオレンジかからしかっていうことになります。では帯揚げを入れたら、このオレンジとからしでどのようになるのでしょうか。オレンジですとこれですね。これで帯揚げがこれになります。悪くはないと思います。悪くはないと思いますね。そしてからしですとこの色に対して、この帯揚げを一緒に選んでいるんですけれども、これになりますね。これに対してこれっていうことになります。これだとちょっと地味ですよね。地味っていうか、おとなしい、華やかさが出し切れない。ですからこれはやめます。やっぱり帯でぐんと暗くなったので、かなり強い明るさがいります。ということはこのオレンジとこのオレンジの帯揚げにいたします。じゃあこれで着付けてみます。帯を締めないといけませんね。帯はまとって、どこを出すかということで、この山を決めます。そして後ろに持っていって、
閉めます。そして帯揚げを入れます。帯揚げを真ん中を持ちます。かけます。しごきます。半分に折って半分に折って山に手を入れてこのようにします。はい、こちらですね。広げて山に手を入れて半分に折って半分に折って山に手を入れてスーッと行きます。はい、そして少し内側に入れてあげてここで折ります。中に入れて、そして横に入れます。横に入れます。片側を横に入れます。そしてこの一つ、これをクリ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 としてここに入れます。縦に入れます。そしてこの出したい柄をここに出してあげます。そして手を入れて手を入れてこうなります。 OK、 はい、できました。仮紐を使います。さて、手先を外して中に入れます。迎えに行ってあげて通してあげます。そして余った部分をさあ、できました、できました。さあ、帯締め締めます。帯締め締めます。ぎゅっとぎゅっと締めてここにやってこうやって中に入れて、よし、できました。クリップを取って帯の紐を取って、そして帯の中から伊達締め引っ張り出します。ここに手を入れて、伊達締めを取りました。あとは仕上げですね。きれいに整えます。
おはしょりの線をきれいに整えます。さあ、きれいになりました。さあ、できました。さあ、できました。これで息子の結婚相手とご両親とお会いする姿になったでしょうか。どうでしょうか。今日のコーディネートのポイントは、息子の結婚相手のご両親ということで、やはりちょっと礼を尽くした姿にしたい。でもその姿としてはカジュアルです。カジュアルな中にこうお祝いの気持ちですとか、そのきちんとした気持ちを込めたいということで、この格としては とても低いけれども、品質としては一番高いぐらいの、あの14無形の雪紬を着ました。そしてあの11月という暗さに合うような黒い帯、そして二重太鼓の袋帯ということで、礼を尽くすというか丁寧な感じ、喜びを重ねる二重太鼓ということで、二重太鼓の帯を選んでみました。これからお出かけをする目的に合った着姿になりましたでしょうか。そのようなコーディネートで考えてみました。はい、このように着物姿というのは、やはり素敵なコーディネートということも重要なんですけれども、目的に合った着姿にするということが大変重要だと思います。お洋服でもそうですよね。あのジャケットを羽織っていらっしゃるのか、あるいは襟のあるシャツを着てらっしゃるのかというようなことも必要だったりいたします。今日は親睦会だからラフで行こうとか、今日はお客様がいらっしゃるからジャケットを羽織ろうというようなことがございますけれども、それと同じようにお着物もまずフォーマルかカジュアルかというようなこともありますし、それがあの八寸名古屋とか九寸名古屋、そして袋帯というような格の調整にも影響してまいります。皆様のコーディネートの参考になればと思います。ぜひこの秋をたくさんお着物で楽しんでください。ぜひコメントやご感想をお寄せください。また早めにチャンネル登録をして継続してご覧いただきたいと思います。また着物を愛する喜びをより多くの方にお伝えしたいという世界着物フォトコンを開催させていただいております。皆様の着姿の画像や動画をぜひご応募なさってください。1月末に先行させていただいて商品券をお送りさせていただいております。次の動画でこの重要無形文化財の雪紬のコーディネートのポイントについてお伝えをしておりますので、それもぜひご覧ください。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。